トーマス・ナストが描いた1904年の風刺が、ルーズベルトが棍棒を持って、カリブ海を歩き回る。カリバー旅行機にもしている。棍棒外交は、アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトの外交政策のことである。本人の言葉である、スピーク・ソフトリー・キャリー・エビック・スティックにちなむ。 米英戦争以来の米国外交方針の国税となっていた問答主義に基づき西半球に積極的に介入した外交政策を指す。セオドア・ルーズベルトが主張したことは、米国は西半球に欧州諸国が介入するのを妨げる権利のみならず、法官外交をちらつかせる権利を持つということである。この外交方針により、 アメリカ合衆国海軍が拡張され、米国は積極外交を仕掛けることとなった。ジョン・ F ・ケネディの対キューバ、ロナルド・レーガンの対、グレナダなどの中南米強行政策の宣弁をつけた。この政策は、ルーズベルトの後継であるウィリアム・ H ・タフトのドル外交に引き継がれることとなった。結局のところ、近隣諸国が自国の政府を維持できないならば、米国が関与するという意味で、 棍棒のフレーズは使われることとなった。ウィリアム・マッキンリー大統領暗殺直前の1901年9月2日のミネソタ州フェアでセオドア・ルーズベルトはこの棍棒という語句で初めて用いた。セオドア・ルーズベルトは西アフリカのことわざである棍棒を持って静かに話せ、それで言い分は通るから棍棒の言葉を用いている。セオドア・ルーズベルトは 棍棒外交という言葉を用いて攻撃的な外交政策を指揮していった。この政策にのっとり1900年代の米国は国際的な政治力を増大してきたのであった。ありがとうございます。